まあ、デビューする前のウォーミングアップの時はそんなに緊張しなかったんですけど、いざ名前呼ばれた時はすごい緊張しました。守備の時間帯が長かったんで、まあ、そんなにボールも触ってないですし、まあ、でもデビューできたことがまずは嬉しかったです。やっぱり相手のディフェンスラインの背後っていうのが空いてたので、そこを狙ってたのと、やっぱりもう結構守備の時間帯になってたので、前からしっかり追っかけようっていうのは思ってました。いや、 やっぱりスピード感っていうか、あと技術っていうのがやっぱりすごいなっていうふうに思いました。本当に今からが勝負やと思うので、まずは早く J1 で点取れるように頑張りたいです。もうこの勢いに乗って自分も点決めて勝てるように頑張りたいです。